日ごとの糧、2024年2月19日。主よ、御業はいかに大きく、御計らいはいかに深いことでしょう。詩編92編6節。彼らは神のしもべ、モーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神、主よ、あなたの業は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しく、また真実なもの。ヨハネの黙示録15章3節。私たちは案外簡単に、神様はきっとこう考えるだろうとか、こういうふうに歴史を動かすだろうというふうにこう決めつけて考えてしまうことが多いように思うんですよね。でも、それはとても危険なことだと思います。神様の考えておられる事柄や、その方向性やその具体性ということに関しては、私たちは、まあ、聖書から推測すればこうなるかもしれないという程度には分かることはありますけれども、でも実際には人間が断定できるほど単純なことではないように思います。つまり、そんなに簡単に神様はきっとね、こうするよ、ああするよって言えるほど単純な事柄ではないように思いますね。神様は決して私たちの思い通りにことを進めませんし、私たちが神様に指図することもできないですよね。私たちは今日一日がこんな風になっているということ自体に驚きを感じますし、こんな風に人につながったとか、こんなことを感じ取れたとか、思いがけず発見できたということもたくさんあって、本当にこう不思議な出来事の連続のように感じるんですよね。まさに詩編の作者の言う通り、主よ、御業はいかに大きく、御計らいはいかに深いことでしょうという、振り返ってみると、あの人と知り合ったことでこういう出来事が起こった、そしてそれによって別のあの人とつながれるようになったとか、こんな仕事を一緒にすることができるようになったとか、あの人と知り合うことができたことでこういう方向に進むことができるようになったとか、まあそしてそういう背後に神様の見えざる見てといいますか、神様が何かこう結びつけてくれたという、そういう配慮、そういう、なんて言うんでしょうね、神様の御手の動きといいますか、そういうのがあるように思うんですよね。まあ不思議なことだなぁとしか言葉にできないような感じがしますけれども、神様のなさること、つなげること、動かすことには本当に不思議満載だなというふうに思うんですよね。そんなふうに感じたことってあるでしょうか。今日も神様の不思議な技がいろんな形で私たちのところに届けられるんだと思います。良い一日になりますように。いくつかの山を越え、いくつかの川を渡り、今日の日を迎えています。命と恵みの約束を頼りに、主イエス様あなたに守られながらここまで来ました。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで御教えを示し導いてください。の山を越え、いくつかの川を渡り、今日の日を迎えています。命と恵みの約束を頼り、
りに、主イエス様あなたに守られながらここまで来ました。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで御教えを示し導いてください。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで御教えを示し導いて